第13組です。スタートが良かったのは日野さん、一律稲毛。食い下がってるのは8レーン県千葉の寺園さん。直線に出てきて伸びたのは黎明の甲吾さん。4レーン日体大柏の高島さん。この風はラッキー。追い風 0.2m、 向かい風で苦しんでる組が続く中、2レーン甲吾さん、千葉黎明高校、速報27秒22。追い風の 0.2m の中でのレースでした。第13組が終了です。